トーマス・フリードマン・トーマス・ローレン・フリードマンは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、コラムニスト、ピューリッツァー賞を3度受賞しており、世界的にも広く知られている。現在は、国際関係、外交政策をメインとして、定期的に、ニューヨーク・タイムズ紙への寄稿を続けている。1953年、ミネソタ州ミネアポリス生まれ、マサチューセッツ州のブランダイス大学へ進学するまで、 当地で過ごす。ブランダイス大学を卒業後、マーシャルスカラーシップを得て、オックスフォード大学に進み、中等学で修士号を取得。フリードマンは、自分に影響を与えた人物の一人として、その頃に出会ったアルバート・オラーに教授を挙げている。その後、フリードマンは、UPI 通信ロンドン支局に入社。ロンドンで1年間勤務した後、ベールートに派遣され、 1979年から1981年まで滞在。その後、ニューヨークタイムズ社に席を移すが、ここでも再び、ベイルート勤務を命じられる。ベイルートに移った1982年、ここで彼が目撃したのが、イスラエルによるレバノン侵攻である。フリードマンは、同戦争、特にサブラ・シャティーラに悪殺を精力的に取材し、その功績で、 1983年のピューリッツァー国際報道賞を受賞。その名を世界に知らしめることとなった。続いて、1984年から1988年まではエルサレムに派遣されるが、ここでもまたフリードマンは第一次インティファーダの報道で脚光を浴び、再びピューリッツァー賞を得る。これらの体験はベイルートからエルサレムへにまとめられ出版され、 全米と書証を受けた。ジョージ・ H.W. ブッシュ政権時代には、ジェームズ・ベイカー国務長官を取材。ビル・クリントン当選後は、1994年まで、ニューヨーク・タイムズのホワイトハウス特派員となり、その後はアメリカの外交政策や経済政策を取材した。1995年以降は、国際関係のコラムニストとして、ニューヨーク・タイムズ市場で活躍を続けている。 2002年には同志で世界各地のテロ活動の実態を伝えたことで3度目のピューリッツァー賞を受賞した。リベラルな傾向が強い同志でも代表的な論客であり、彼のコラムは今日まで賛否両論含め数多くの読者を獲得している。著書レクサスとオリーブの木の中で フリードマンが提唱した外交理論。ある国の経済がマクドナルドのチェーン展開を支えられるくらい体制の中流階級が現れるレベルまで発展するとその国の国民はもはや戦争をしたがらない。むしろハンバーガーを求めて列に並ぶ方を選ぶ。ようやくするとマクドナルドのある国同士は戦争を行わないという主張だが後に コソボ紛争と南オセチア紛争が起きたことで批判を浴びている。2003年のイラク戦争では開戦を支持し国連安保理で拒否権をちらつかせて反対したフランスをアメリカの敵と非難したが米軍の占領政策には批判的でアブグレーブ刑務所の囚人虐待事件ではコラム上でラムズフェルド国防長官の辞任を促した。また実際に 現地で取材した際には、米軍のイラク市民に対する扱いの酷さを目の当たりにして、我々は失敗するだろうと、その後のイラク政策の失敗を予見した発言をしている。ありがとうございます。